皆さんどうもこんにちは、ミントスです。さあ、ということで今回はビル G で逃げていこうとです。動画でね、ビル G ちゃんと遊ぶの久々ですね、これね。いや、今回はね、そう、この猫の強さ、こいつをね、皆さんにしっかりと教えていきたいなと思うんですけど、これなんかでも全然鬼っていうかですね、木は見えませんね。あ、いたいた、誰だあれ、誰だ。あ、一瞬ちょっと見た、こっち。向こうがいたの、今。え、あ、誰だ。うわー、これトラッパーくんですわ。あ、違いますわ、これ。デモゴルゴンや。え、待って待って、え、やばくない？とってもまずいですね、これ。仮面室があるのはチェック、OK。やばいぞこれ。さあ、俺はどうするかな。なかなかハードですね。おっと、危ない。横にいますね。ナイス。おも助けたんですか。早いですね。俺は素晴らしい。破滅はまだ残ってるね。ワンチャン破滅ここにありそうだけどな。ないかな。大体とここに置いてあるからね、破滅なんて。全くないですね。大体いつもって何がいつもなんでしょうね。なかったです、普通に。あ、ここでもあれか。完全封鎖されてるのか。OK、OK。さあ、じゃあ初戦ちょっとあれですね。真ん中。気合い入れて回しちゃいましょうか、今回は。え？なんだ？え？なんだ今の横熱。え？危ない危ない。ここでね、しっかりと。避けてからの、なんか今連続爆破犯いなかった。ちょっと待って、初めて見るパターンだった今。やば、なんかいる。危ない、まずいぞこれ。やばい、そいつなんかかっこいいな、あいつなんだ。なんかダークソウル敵キャラみたいなやついいんだこれ。あ、これ怖え。待って待って、なんで買ったの。オッケーオッケー、いかがですね。ちょっと痛い痛い、壊れるね。壊しましょう、もうこれ。多分向こう行ったら2万の壊せるな。頼む、壊れてくれ。オッケーオッケー、壊れた、よかった。これ壊してっていう音なんないですかね。まあそういう時に使えるんですよ、猫っていうパークがね。これがあるとね、忘却ついてようが何しようが、鬼がこっちを見たらパッて映るはず。やばいぞ、飛んだぞ、どこだ、槍か。あ、これ破滅効果ですね、残っちゃってるな。どこだろうな、こう山岡って本当はですよね、まあ、鬼も嫌でしょうけど、サバイも嫌なんだよな。ここめちゃめちゃ暗いですからね。で、多分今のところ見てる感じ、結構追い回されてる方が、ちょっとずつ変わってるから、なかなか発撃が直らない状況になってますね。これはなかなかね。いきますね、これは。危ない！危ない危ない。オーケーオーケー、いいぞ。めちゃくちゃ危なかった今。案外ね、あれ、あそこ入ってなかったっけってなるんだよね。どっか調べてる今ね。意外わかんないね、こういうのってね。あ、今ね、飛んだね。で、飛んだ瞬間にまたこれを壊しておく。
で、多分結構ね、向こうが飛んでいってるから、もう今のうちこれ壊しておくとすげえ楽。破滅を壊したいとこあるんだけど、破滅じゃないわ。破滅に回してんだけど、もう崩れて壊しておく。後の10秒間買おう。今のこの時間を割いて。30秒か。青倒れたか。向こうが行ったね。直したいけどな、これちょっと怪しいな。どうだ、こっち来るか。ワンチャン来るぞ。鳴ってる鳴ってる。回ってますあそこ。やばい、行ってる行ってる。オッケー。で、こっち行ってますね。離れよう、これ。オッケー、向こう行ったと思ってる、多分これ。オッケーオッケー。これ意外にここ分かんないんですよね。で、これ意外に分かんなくなって。やばい、やばすぎる。これはやばい。これは危ない。これ危ない。オッケー、いいね。これ撃退したと見せかけておいてからのこと。まずいわ、痛すぎるわそれは。ちょっと待って、まずい、これまずい、ほんとまずい、ほんとまずい、これは。はい、オッケー。やばすぎ。あー、これまずいか。オッケー、一回飛ぼう。ここで飛んどいて、オッケー、いいね。危ない。オッケー、そうだよね、そこは使ってくる気がした。どちら、何か後ろか。やばい、あーっと、しまった。かーっ、いや、ちょっとないな。あ、どうだ、なかなかいい感じですね、これ。今のうちに2個もありましたね。いやー、ちょっとここで2体上がっちゃったけどね。まあ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 、なかなか良い結果になったんじゃないでしょうか。真ん中で2人ですね。あそこ行ってどうなのか。おっと、ありがとう。おほほほほほ。終わりね。し。ああ、終わり。ありがとう。やばいやばいやばい。なんか今、なんか今、出てた。お化けが出てた、お化けが。はいはいはい。オッケー、やばい、危ない、オッケー、いいぞ、いい、オッケーではあるが、うわ、ちょっと厳しいな、これ。いや、これはちょっと苦しいか。いやー、なかなか辛いな、これ。さあ、ここをどうしておこうかな、今回は。いや、そう、はい、すみません、え、はい、すまん、まずいな。ちょっと離れよ、これ一回。これ離れてまずいわ。さすがにちょっとあれですね。離れましょう。よし、OK。さあ、これなんとか直せたらいいんですけどね。はい、OK。逃げたいよー、これは。こっちじゃねえだろうな。オッケーオッケー。まあ、とりあえずオッケー。ここは俺オッケー。ワンチャンここに破滅あるんじゃねえの？おいおい、どこなんだ？よし。破滅はないか。向こう側だったんだな。じゃあ発見できなかったな。どっか多分茂みあるんだろうな、今破滅。気になるな。アメスがどこにあるのか。ワンチャンここか。いや、そんな分かりやすくあるわけないよな。どこだ。わ、怖えな、これ。あ、でもここいてあるね、いいね。よし、はい、右奥後ろに一応板が一枚あるんで、
これ使ってなんとかですね、しのぎたいですね、ここに来られた場合は。窓枠もあるからね、窓枠いた窓枠みたいな感じで、そこら辺ちょっとフェイントかけつやっていきたいですね、今回は。あと1個、いいよ。ここら辺多分ないんだよね、見てる感じ、ポータルが。飛んでこないと思うんだけど、さあ、どうなるかな、今回は。あ、持っていったね。右行ったね、今。ここは回しきれそうな予感がしますね。味方に任せちゃいましょうか。多分追われてるんじゃないかな、左の方。大丈夫かな、ここ大丈夫か。よし。ここでやっといて。さあ、開ける準備。あ、どうだ。でもやっぱり結構ね、音が鳴る前から、猫って結構、こう音がなんかこうね、ビクンビクンね、こう、なるんで、まあ、そう書いても強いですね、こうってね。音っていうか、色で見えますからね。さ、いや、今回あれか、特に問題なかったか。もう開けちゃっていいかな、これは。はい、開きましたよ。向こうが出てんのかな。いや、最後ちょっとだけあれですね。おう、でも、チラッとだけ見て帰ろうかな。いや、でも、なんか、見やすいとかと分かりそうだけどね。こいつなんてね。ないってことは多分、見づらいとかあったんだろうな、判別。いや、俺の時はいつもなんか、すげえなんかね、草むらに隠れるところかなんかも、堂々とかが、仁王立ちしてるレベルでなんかね、ドンってやって、俺が、あ、ハッチだ、ハッチ行こうかな今回。仁王立ちのなんかね、あ、本当だ、あれだから、あーと思うのに。はい、帰ります、お疲れ様でした、さよなら。いや、ということで今回は猫の有効性が少し分かったら良かったんですけど、まあなかなかちょっとね、まあ、ああやってその音が見えないところ、まあ音が、まあ、聞こえないところからとか、しっかりと鬼が向かっていってるかどうかっていうのが分かるっていうのが、このパークのすごく面白いところなんでね、よかったら皆さんも使ってみてください。それでは皆さん、また楽しそうなパーク、そしてこのパークおすすめだよってやったらまたやっていこうと思います。ということで皆さん、またね、バイバイ。